マカダミアオカラクッキーを作ります。マカダミアナッツ10グラム。20回ほど分々引っ張ります。オカラパウダー40グラム。アーモンドパウダー20グラム。ラカント S40 グラム。豆乳大さじ2。オリーブオイル40グラム。15回ほど分々引っ張ります。生地が容器の側面につく場合はヘラ等で落としてください。 ふんふんした生地をラップに包み、0.5センチの厚さにします。クッキングシートの上にのせ、お好みの大きさに切ります。170度に予熱したオーブンで15分焼いたら完成です。